労働者派遣法の早期抜本改正を求めるということでですね、取り組みを強めていかなければならないということで、院内集会をまず早速やっていって、その後に議員要請行動に取り組みたいというふうに思います。皆さんこんにちは。雨の中大変お疲れ様です。日本共産党参議院議員で政策委員長をしております小池晃です。この問題はまさに今の貧困と格差の原因を作った最大の問題でありますし、労働者派遣法の抜本改正をということは本当に今度のやはり政治が大きく変わったきっかけにもなったような、そういう戦いだというふうに思います。ですからこの抜本改正は待ったなしだということで頑張り抜きたいということをまず申し上げたいと思います。前国会で三野党という形で、改正案出されまして、法案の中身自体に、いろいろ問題不十分点もあるので、私たちは共同提案という形でこれに加わることはしませんでした。しかし労働者派遣法の抜本改正が必要であるということについては、これはもう立場は全く揺るぎがございません。何が何でも一刻も早く国会でこれを実現させるというために頑張りたいと思います。とにかく今抵抗が始まっていますから、労政審の受給調整部会でもですね、もうとんでもない議論がこう出されています。でなんだか製造業派遣を禁止すると職業選択の自由違反で憲法違反であるというふうにね、だとするとこの間の04年の改正まではずっと憲法違反でやってたのかということにこうなるわけですし、またぞろ国際競争力だと、もうこれ言えば何でも通用するというふうに竹中平蔵以来思ってるのかなと。でやっぱりね、この派遣法の改悪というのがやっぱり日本経済の体力土台を徹底的に壊し腐らせてきた、ね、日本の社会自体を本当にこうひどい社会にしてしまったということに対する反省のかけらもないんじゃないかというような議論が行われています。で一方自動車電機などですね、大手企業の方ではまたそれやっぱり期間雇用という形で、しかも今までは2年10ヶ月って軽うじて言ってたのが今度3ヶ月6ヶ月というようなですね、こういうもう本当に使い捨てであるっていうことを明白にするようなこういう募集まで始めている、全く反省がないで、こういう態度に本当に物申していかなきゃいけないというふうに思っております。でぜひですね、この問題についてはいろんな抜け穴を作ろうという動きも、製造業の中でいろんな抜け穴を作っていく、あるいはそのみなし雇用の問題でも申告義務みたいな形でですね、抜け穴を作っていく、でそれをやはり業界団体も含めてですね、どうやったら抜け穴を作るかっていうことを狙ってきてますから、やっぱり抜本改正をやり、そして抜け道を作らない、許さないという戦いを本当に広げていきたいというふうに思っていますので、29日の日比谷の野音の集会に向けて私どもも全力で頑張りたいと思います。この集会を大きく成功させて、派遣法改正先送りさせないと、こういうことをやってると後期高齢者も4年後だっていう話になってきてますし、もうミスター年金じゃなくてミスター先送りっていうふうに言われちゃうんじゃないかというようなこともあるかと思いますので、やっぱりこの問題については一刻も早く実現するという立場で私どもも国会で迫っていきたいというふうに思っています。で何よりも多くの政党がもうこれやるんだということをね、選挙中も公約のように言ってきたわけですから、これしっかり約束守って実現しなさいよっていう、本当に戦いには大義があるし、今までとは全然局面は変わってきていると。もう全く背を向けた自公政権に対する戦いではなくて、かろうじてこれやるということでですね、この問題についても、法案も出してやってきた、そういう政権になったわけだから、やっぱり戦いの中身は大きく変わってくると思いますし、展望も本当に開けてきているというふうに思います。でこういう中でやっぱり、財界大企業の巻き返しを許さないということでは、きっちりそこに物言える我々共産党が本当に頑張り時だというふうに私たちも考えてますので、ぜひ力を合わせて労働者派遣法抜本改正を実現する、そして同時にやはりこの間やってきた労働法制の規制緩和全体を見直そうと、やっぱりその有期雇用契約というのはこれ合理的な理由がない場合は認めないという形で、有期雇用契約についての規制ということにもやはり進んでいかなきゃいけないというふうに思ってますので、ぜひ皆さんと力を合わせて人を物のように使い捨てにするような、そういう社会を変えるという戦いをご一緒に進めていこうじゃありませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。